柳谷村は愛媛県の中予地方にあった村である。2004年8月1日、上受け郡内の熊町、おもご村、三河村と共に合併し、熊高原町となった。当村の V 字上の例柳川集落で、撮影愛媛県の中予地域の四国山地の V 字上の渓谷に位置し、高知県との県境に位置していた。当村の面積の約9割は、 山岳地域であり、残りの1割の面積にいた畑、集落が点在していた。愛媛県の中部で高知県と接していた。仁淀川の上流の一つであるおもご川とその支流の上流域の V 字渓谷の山村だった。山は高いところで標高1500メートルに達する。これらの4カ所の山を結ぶとほぼ整った平行四辺型になり、金星の取れている場所であることから、 その真ん中に集落があった。瀬戸内海式気候であるが、四国山地の山間部に位置するため、松山市中心部より平均気温が低かった。平均標高約250メートルの朝日地区と平均標高約800メートルの中、久保地区では約5度から6度差があり、国道33号と四国カルストとでは約10度以上差があった。夏場には台風が襲来し、 冬場は山間部のため、早い時には11月下旬に初雪が降り、遅い時には3月下旬まで降雪があった。山林景気にはいた当時には人口も多かったが、末期は極端に少子高齢化した山村となっていた。半世紀には松山半寮であった。林業が主体。農業は傾斜地であることから自給的に営まれている程度。 水力発電所がある関係で他の山村よりも所得数字的には上位にあった。村内に高等学校はなかった。熊町の愛媛県立上受け名高等学校が最寄りの高等学校だった。1961年以前は以下の3校だった。1961年に統合して下記となる国道県道名所合格バス停。ありがとうございます。